地目寺駅は愛知県天市地目寺号裏にある名古屋鉄道津島線の駅である。駅番号は TEB01。全列車が停車し、天市内の駅では最も乗降人員が多い駅であるが JTB 時刻表では代表駅は当駅ではなく市役所もより駅の期待駅としている。甘市の地獄寺地区の玄関口の役割を持ち利用者も多く、名鉄津島線内では 津島駅に次いで2番目に多い。大有四観音の一つである地木寺観音の最寄り駅であり、初詣や節分会などの行事が開催されると多くの参拝客で賑わう。かつては特急が当駅を通過していたが、2008年12月27日のダイヤ改正で全列車停車駅となった。終日駅員配置駅でミューチケットや定期券の購入が可能。 IC カード乗車券マナコが利用できる。相対式2面2線ホームを持つ、地上駅で互いのホームは、湖線橋で連絡している。直営駅であり、終日駅員が業務を行う。ホームは、千島方面が6両分、名古屋方面は8両分。改札口は北改札口と南改札口の2カ所で、南改札口に駅員がおり、北改札口は無人である。 両改札には自動改札機とタッチパネル式自動券売機が設置されていて、ミューチケットの購入も可能。自動生産機は設置されていない。北改札口にはチャージ機もないので、乗り越し生産や IC カードチャージの際は、南改札口に回る必要がある。北口入場時はタッチパネル式券売機にて、チャージ可能ホームに列車案内や駅自動放送はないが、 朝ラッシュ時には駅員による肉声放送が行われることがある。ホームのかさ上げ、エレベーターやスロープの設置などバリアフリー工事は実施済みである。かつては駅の北側にディーゼル特急用の給油施設があった。現在は留置線となっている。名古屋方面に改装する列車は、塚口のホームの状況によっては一旦当駅に改装し折り返すことがある。 2011年北改札口が新設され、北側駅前には、ロータリーの整備が進められている。アマ氏の統計によると、近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。2008年12月27日のダイヤ改正までは、特急が当駅を通過していたが、以前から特急停車駅であった塚口駅や木田駅、諸端駅より、乗車人数が多く、津島線内では、 津島駅に次いで2番目に多い。地目寺駅前ロータリー2006年から駅周辺整備事業に着手し、2013年に地目寺駅北口駅前広場が完成した。駅前ロータリーが改築され、ロータリー内にはタクシー乗り場とバス乗り場が設置されている。地目寺駅バス停に停車中の雨四市巡回バス失踪駅との間に新居屋駅があったが、 1969年4月に廃止された。ハンセン病の研究者としても知られた、医師、小笠原昇の成果である。ハット・アマ市巡回バスは全ルートの終着が、尻尾焼きアウトビレッジとなっている。令和元年度移動東欧円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月27日閲覧。清水武岳、名古屋鉄道各駅停車用泉車。 2016年153ページ。ISBN 978から4から800308009。名古屋鉄道株式会社。この駅この町沿線散歩。名鉄100駅名古屋鉄道広報宣伝部。1986年119ページ。津島線の歴史。名古屋鉄道。2015年6月16日閲覧。 AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、清水武岳、北アルプスのエピソード、鉄道ピクトリアル2002年5月号ピアニッシモ、58から63、川島慶三、東海道ライン前線、全駅、全配線台、五貫名古屋駅、前原エリア、P14、高段車、2009年7月、 ISBN978 から40億6270万153、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 地目次長氏編纂委員会、地目次長氏地目次長、1975年12ページ、ハットアマシトシ作り前提条件、ありがとうございます。